こんにちは。これから研究報告の紹介をさせていただきます。私はヤンと申します。私もヤンです。私はリンです。どうぞよろしくお願いします。私たちの研究のテーマは台湾と日本の果物産業の比較です。まず寸劇を見てください。あ、もうすぐ日本の姉妹校が交流に来るよね。そうだね。何を用意したらいい？クヒンなんてどう？でも先生は日本にはない、そして台湾特有の食べ物がいいとおっしゃったんだけど。そうね。じゃあ果物がいいんじゃない？あ、いいね。バナナもレンプも美味しいね。じゃあそれに決めよう。はい、以上は研究するにあたっての動機となりました。研究の目的はいくつかあります。1、台湾と日本の果物の種類や主な産地、輸出入の状況を認識する。2、台湾と日本の果物産業の発展及び問題点の探究する。3、台湾と日本の消費者の消費習慣と需要を比較する。4、調査結果を果物農家、果物の店、消費者の参考資料として提供する。研究の方法については、先行研究のほかに果物についてクラス全員の親を対象としてアンケート調査をしました。調査結果を果物店の入荷参考資料として提供するとともに、果物店に対しインタビュー形式で果物の入荷量や消費者の心理状況を調査しました。さらに果物農家を訪問して果物の収穫及び収穫状況などを調査しました。なお、日本人の消費者が日本国産の果物に対する評価を知りたいため、日本人教師にインタビューをしました。台湾と日本ではどちらも果物産業が盛んです。日本にはない、台湾特有の果物にはシャカや年部内地などあります。台湾から日本へ輸出された果物の中でマンゴーやバナナが一番人気があるそうです。その一方、台湾のスーパーなどではリンゴをはじめ桃とかメロンとか日本の果物がよく見受けられます。台湾と日本の果物産業の発展が進んでいます。両国ともハイテクニックといった農業技術で栽培され、甘くて美しい果物ですから品質がとても高いです。ですが、台湾も日本も共通の問題点が2つあります。それは1つ、果物農家の人数がだんだん減っていく一方です。2つの果物農家の年齢がだんだん高くなって高齢化していることです。さあ、これから研究の結論となります。台湾と日本の果物の消費形態を比較した表を見てください。台湾人はよく伝統的な市場で果物を買いますが、日本人はスーパーで買います。台湾人は礼拝などのお供えのために果物を買いますが、日本人はお土産、贈答、自己消費用のために買います。台湾人は果物店の勧めを参考にしますが、日本人は台湾ほど参考にしません。最後に、私たちは果物農家と果物店と消費者への提言を提出しました。第一、果物農家への提言、自分なりのブランドを立ち上げ、インターネットとして農家から直接消費者へ売り込むこと。第二、果物店への提言、入荷する時には果物の品質に特にこだわること。それに産地や生産者などの実践可能な歴史の
表示もはっきりすべきです。第3、消費者への提言。果物を購入するとき、その関係表示、実績化の履歴などをよく確認すること。さらに食用の前にきちんと洗うこと。そしてなるべく住んでいる土地で生産された旬の果物を選ぶこと。ご清聴どうもありがとうございました。